お腹周りが気になるけど全く変わらん。実は腹筋メニューというのは手の位置を少し変えるだけで何倍も効かすことができるんです。今回は過去に載した腹筋メニューの中でとっておきなメニューを紹介していきます。今回のメニューを行っていくことでお腹周りが早く引き締まる、お腹の脂肪がつきにくくなる、反り腰や垂れ尻、骨盤の歪み、太くなった足、そういったところが早く改善されてきます。体を変える本質は体幹部にあります。もっと詳しく知りたい方は Amazon で私の書籍を見てみてください。それでは行きましょう。1種目14秒です。呼吸は2回です。息を止めないように注意です。まず腹筋の上部を使っています。膝曲げて寝ます。体を起こしたら手を真上に上げましょう。ここでキープです。スタート。息長く吐きましょう。深呼吸をして2セット目です。行きましょう。スタート。オッケー。2回やるとやっぱり効きますよね。次はチューブです。足を曲げて開きます。手を前に伸ばしてキープです。行きましょう。スタート。手を遠くに伸ばして息止めないように息長く吐いて、ずっと吐き続けて。 OK。 だんだん効いてきてる。さあ2セット目いきましょう。スタート。止めないように2呼吸で頑張って。いって喋り終えがなくなってきた。次は下腹部を使います。体を起こしたら足を伸ばします。少し膝曲げてゆっくり動かしましょう。行きましょう。スタート。ポイントは足をゆっくり動かして力を抜く。できるだけ体を起こして、止めないように。 OK。 キック。さらにヘッドでいきましょう。スタート。息吐いて、ラストはお腹周りを引き締めるメニューをいきましょう。寝ましょう。足を少し上げて体を起こしたら万歳。ラスト1目です。さあ行きましょう。スタート。頑張って。さあラスト行きましょう。スタート。うわー、鼻が痛え。ぐわー、効いてる。ぐおー、だー、痛え。今度はうつ伏せです。今使ったお腹をね、伸ばしておきましょう。脇の下に手をついて上体反らし、いきましょう。スタート。お腹をね、しっかり伸ばしておかないと次の日痛くなりますからね。これを2日に1遍やってください。 OK。
やってみた人はグッドボタンとコメントで教えてください。